なんで国民皆保険とか言っときながら、うん、健康保険料だったり年金だったりと税が分けられてるし、うん、監督官庁も違うわけじゃないですか、うん、で所轄してる組織も違うわけじゃないですか、国税庁とそう社保庁か元、なんで分けてるんですか。だからアメリカやイギリスはもう歳入庁になってるわけで、はっきり言って大蔵省が嫌がったわけですよね。国税庁ってそういう歴史のある立派な組織で、うん、一方年金は新しいのでちゃんとこう記録すらできてなかったところなので、よくわかんない派閥争いというかちょっとくだらない話じゃないですか。でもう一つくだらない話をすると、なんでユニークナンバーにしなかったのか、要はそのマイナンバーですけど、マイナンバーに反対をする論理が僕はちょっとよく分かってなくて、消えた年金問題の元凶はそこなわけじゃないですか。ユニーク ID を作るために生命漢字が入ってたりとかして、痛い字が入ってたりとかして、僕あのシステムを作る、もともとプログラマーなんで、システムをプログラムで作る人間からするとやめてくれっていう話なんですよね。各政党受けやすいと思いますのはね、歳入庁を作れと、そしてデジタル歳入庁にしろということだと思いますよ。社会保障個人勘定って作れるわけですよ。どれだけ税金を社会保険料払ってどれだけ負担を受けてるかと、でそれを作っておくと、で銀行で紐付けしていくと給付金なんかもすぐできるわけだから。いいですね。役所を1個にするとかあんま意味がなくて、もう事実上その e-tax とかでやってるので、デジタル上で一つの管理ができるようにしていくことがポイントだと思うんですよね。できないと思いますよ、年金機構の方は。で調査してる数とかも全然違うわけだしね、うん、能力が違うんでね、うん、まあ、あれ社保庁っていうか、あっちの年金機構の方って刑事的な捜査能力っていうかのないんでしょ。罰則もないですね。じゃああれ払ってないやつらどうなってんですか。払ってない人はもらえないだけですよね、保険だから、うん、出してない分はその受給権が減るので、それっておかしくないですか。日本の場合は社会保障と言いながらほぼ税みたいになってるって、実質的に税ですよ。で英語で普通説明するときはソーシャルセキュリティタックスって言うんですよ、はい、うん、ところがタックスのような罰則もないし強制的なものもないんですよ。タックスは払えなかったら強制捜査ができる組織なわけですから。しかもね、三浦さんがさっき言ったね、マイナンバーに反対する人になぜかリベラルな人左派が多いんですよね。で一番困ってる人にプッシュ型で支援するためには、マイナンバーを銀行口座に紐付けてくれといて、所得も一定程度1ヶ月ぐらいに把握する仕組みを持ってれば、所得給減世帯はもう申請しなくてあっても入れられるんですよ、はい、やっぱこの中で一番立憲民主党に所属されてた菅野さんにちょっと、はい、そのポジション、はい、そのポジションでちょっと聞きたいです。なんであれ嫌がるんですか。やっぱり基本的には権力と対峙をするんですよ。あの権力に参画して自分たちの生活を良くしていこうというより、やっぱり権力に対峙をして権力を監視するというこの姿勢なので、基本的にはマイナンバーにそりゃあの医療情報が紐づくとなれば、それは悪いことに使われるとかですね、そういうマインドになっちゃうけど、でも政権交代したわけじゃないですか、はい、でマイナンバーの 法案についても多分民主党政権の時にですね、はい、あの扱ってると思うんだけども、はい、なんかね野党になったのにまた戻っちゃうんですよ。あの対峙側に戻っちゃう。私は今回野田さんになったっていう、権力対峙野党じゃなく立憲民主党野田さんを選んで変わるのかなと思ったんですよ。まあ、変わりたい人はいるのかなとは思います、ね、変わりたくない人の罵詈雑言は見てて苦しかったですけどね、うん、X とかでそういう人たちもフォローしてるんで、フォローしないと分かんないから、ね、X が一番楽なの。本当に投票してる人たちなのかなと思って、だって立憲民主党の支持層ってほとんど70代だから、うん、70代の人たちがどうしても X で元気に罵詈雑言を吐いてるとは思えなくて、ね、だからちょっと X とかデジタル系の感がある人はその変な人たちに引きずられちゃうし、現場で有権者で演説聞いてくれる人と話す人はおじいちゃんおばあちゃんに引きつけられちゃうし、だからもう国民のもうこの現役世代がガラッと開いちゃうのはやっぱりちょっと X とその街頭に時間を割きすぎでサイレントマジョリティに行ってほしいんですよ、うん、まあ、これ今菅野さんに喋ってもしょうがないけど玉木さんなんかが指摘してるみたいに、あのマイナンバーの活用を広げていかないと給付付き税額控除できないですよね。あれは給付付き税額控除の前提でマイナンバー入れたんですよ、うんうん、その安定的なあの安全保障やるっていうんだったら
それ安保法制認めないとできないですよね、うん、そこの、うん、もう矛盾のところをこの選挙でリカバリーしてくるかなと思ったら、うんうん、あそうでもないな。歳入庁の話なんか1ミリも出てないですよ。歳入庁になるといや実質的に税なんだから社会保障もね、うん、その年金も健康保険もそうなんだから、だって払ってねえやつは強制的に取り上げるべきでしょ。いやだからそれが本当の意味での税と社会保障の一体改革なんですよ、うんうんうん、